浅間神社にやってきました。第一駐車場を止めました。はい、で向こうは契約って書いてるんですけれども、こっちの方が参拝者用の駐車場のようで広いですよね。で第一ということは第二もどっかにあるんでしょうね、きっと。はい、甲斐一宮浅間神社。ああ、そちらが参道。ここへ来る、向こうからこっち来る道もすごく長い間まっすぐだったんで参道かと思ったら、こちらが参道だったんですね。あ、本当だ。あそこに鳥居あるやね。大きい鳥居があそこにありました。やっぱり富士山の方を向いてるんだね。はい、大きな鳥居です。さすが一宮。ここに由緒書きがありますよ。はい。紀元前22年。古いね。はい。865年。この帝冠の大噴火を鎮めるために建立されたということだそうです。はい。ほら、浅間じゃなくて浅間って。え、浅間神社なの？え、そうなの？ね、ああ、そう、すいません、浅間神社だでした。はい、浅間で、どこも浅間なのよ。各所にあるけれども、ここは浅間なんだ。はい。心臓が納められてますね。はい、浅間神社の文化財、本殿国指定重要文化財、夫婦杉、拝殿。はい。ですよね。この参道に対して直角っていうのは珍しいですよね。はい、では干支参りをしましょう。ここですね。まずこの七社にお参りしましょう。払えたまえ、清めたまえ。で、おばあはどれですか？おばあね、今年24歳になってうさぎ年。うさぎ年だそうです。嘘つけちゅう。ここに藤井石というのがありました。富士山型にくり抜いた石がありました。これ、富士山向いてるんでしょうね。お参りしておきましょう。あさって登山が無事に行けるように。そうなんです。これは常住石。この石前に立ち、浅間狼の本殿に向きて唯一心に心に至る。払えたまえ、清めたまえ、守りたまえ、さっちまえたまえと3回。次あなた。虫刺されの薬持ってきた。持ってきてる。はい。これは何ですか？丸い玉があります。なんかいろいろあるね。これは稲荷神社ですね。稲荷様。はい、戻ってきました。天照大神神明社。ここは第二駐車場のようです。で戻ってきたわけですね。分からなかったね。はい、こんな感じでした。じゃあこれで富士登山も安全に行けるでしょう。こうご期待続く。